でね、ちょっとこれね、不思議なんだよね、この光の加減っていうのが。太陽にしちゃね、このちょっと木の前に来てくれば青い光で前に出てきてるでしょ。こういう現象ってないでしょ。木をこう隠すように光がこう降りてきてるって感じだよね。ビート星のところ、ここに光があるとしたらだよ、ここに。例えばこのもう前に出てきてるのは明らかだよね。だって夕暮れ時ってかもうこれね、ギリギリだったから、ここに光あるわけないんだよね。このこれだってこれずっとこっちの方の影がここに映ってますだからね。だから絶対この光自体がもうおかしい。そうそうそう、なんかこうそうね、これなんかちょっとこれ多分ね、今ねこれね、うちが画像を映すプロジェクターになってこうメッセージを送るような、俺ねこれこう移動す、まあ次の画像を見てもらえば分かるんだけど、完全にここが別世界になるからね。全然かありえないものがこの次の画像に現れる。空間を曲げていろんなものをしてて、これ不思議なのが、うちらの画像で一番不思議なのが、映した時は何にも映ってない。次やった時これが追加されて、次やった時これが追加されてって変わっちゃうんだよね、画像っていうのは。それがね不思議。うん、次ね、この次続けてすぐ映したやつだよね。ね、はい来たね、これここにあった光がここに来た。これ一体何なんだ、この丸は何、うん、で窓たくさんついてこう文字が書いてあるんだよ、なんかのね、ここに文字が書いてて、こういう羽みたいのがあって、丸いこう球体の黒光りして、これはねすごいですよ、この百個の親分だからね、青龍の情報誌じゃないからね、百個の親分が撮ったやつ。これ雪だ、これね雪だけどスプに見えて、これだよ、これ問題だね、雪だるまが転がってこうなわけはないと、この訴えは何かと。だから見るたんびにね、いろんなものがこうプラスさらっていくんだよね。だから次これまた見たらまた画像が変わってるとか、下手すれば映ってない時あるでしょ、全く。さあ残念ながらね、さ今回すごい出来事があってね、うちの管理した携帯がちょっとしたあれでね取り上げられてしまった。お見せしようと思った情報の中で見せちゃいけない情報が入ってた。それはうちらに対するメッセージで、他の人に見せるメッセージじゃないって言って、自分のいろんな取ったデータの載ったその携帯が燃えちゃった。だけどその代わりにこれもこれも出していいよっていう許可も、これも出しちゃダメ、あれも出しちゃダメなのかなと思って言ったら、いやこっちは代わりに出していいよっていうような許可を取ってる。